スイカ欲しい。パパ。もうこのドキドキするの嫌なへんと正直ね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は何するの？何するの？まあ捕まえてないでしょ、スイ君。うん、はい、今いろんなジムの上にスイ君がいます。ポコ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 。はい、あやはやたちも結構頑張っていろいろやってきてます。はい、だけどなかなか捕まらないんだよね。で、ちょっと見てもらいたいものがあるんだけど、いい？捕まえたんですよ。どうやって捕まえたの？どうやって？これからちょっと皆さんに見てもらいましょうか。はい、VTR スタート。はい、あやちゃん学校行ってます。スイ君が始まりました。スイ君、なんか名前ついてるね。あ、3人になった。3人だけ？46秒やと。そう、帰るのかな、この人と。帰る。4人だけ？何？電気とくさ？うん、僕らん坊やな、パパね。電気とくさ。電気なんて強化してなせいですよ、ほんと。サンダーがいるじゃないですか。サンダーか。5人きつわすか。40なんちょっと遅らした方がいいかもしれん、これ。どうすんの、なんだ。1、2、3、今度はいけるな。何？あー君、今度こそいけますよ。バトルいましょうか、バトルいましょうか。顔近い。ゾー、立つぞー。なんだ、いいよ、連打。よし、長押し。今のタイミングで長押し。あー、死ぬ。あ、逃げて。あー、全滅する。あー、全滅したー。うちバグってるんだけど。終わった。ほら。じゃあ、それ前からあるバグだっけ。勝ったー。キッチンのかな、わがましいスペシャル。すごい気づくし。あ、そう。11個12個うわ、だってうちが死んだもん1回。じゃあゲットチャレンジいきますよ。はい、やる。すいません、パパは下手くそなのでカーブボールを投げません。え、投げた方がいいよ。無理です。お願い、ジャンプ。ねえ、バイ、やるな。僕ら、これ逃げるわ、言って。捕まえたくないもん、って。逃げられてる。ずーっと全部の身を使えて。自分のこの身みたいで、こいつ。あー、もう。スイ君の周りのこのギラギラが気になってたけど。そんなこと言わんといて。スイ君の技や、グラグラ技。あー、捕まえる。なんで？なんで？捕まえろ。ゲージだけでもちゃんとやるか。ゲージはさ、できや。キラキラで捕まえれない。顔を狙うよね。マスク、顔に回る。電気グレーになるよ。顔が。ナイス、着いた。ああ。変なミスかい？ナイスが着いた。もうこのドキドキするの嫌なへんと、正直。
心臓に悪いよ。ああ、あいつついた。どうやって攻撃したか見たいし。ダメかな。これで捕まったらどうする。奇跡やな。奇跡やな。何？なんか逃げられてる。逃げるの？逃げる、そういうなこと言われてもババじゃないよ。ババも捕まえられんかったんやで。あれでもここ渡すアテスタに変わってんの。小僧とアヤさんやっとり、うん、アヤさんとハヤト君でやりたい人だけど、じゃあ交代番号ね。どうする？2個ずつ。私もスイ君来た。ねえ、心の準備 OK。 心サーチーワン食べてやる。だってサーチーワン食べてやる。ほんとに覚えてる。どうします？電気は来た。よし、次は大人のパンや。死んだよ、死んだよ、勝ったよ。ついてください。死んだら勝った。金の鶴の6個。お、技マシンノーマルがまた手に入った。不思議な飴、元気のかけら、いい傷薬。10個です。ではゲットチャレンジいきます。はい、行こうよ。ダメだから。あ、うん、バグ治っとるもん。治ったの？うん、アップデートした今日。よかった。じゃあ10個球打てるの？すいません、パパはカーブボールが苦手なのでストレートボールで投げます。え、ストレートボール何これ？カーブ、ストレートボールはね、まずああ。ちょっと待って、スイカ欲しい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 。グレートゲッ、ナイス。ナイス、つかなかった。しまった、ゲージ間違えた。ドキドキさせんなよこれ。あ、ここまで外さないよ。アプリが落ちた。これゲート失敗。え、どうなったのこれ？だってママの時もそうやってん。また落ちるのってあり？どうなったのこれ？俺のバトルは。あと5分で終わりじゃん。無駄に。チームが買ってくれたんや。よかったね、チームさん。もうまたバドマシーンが生まれた。私スペシャル。グレートがついたぞ。これで入ってくれるかね。ナイスがついたぞ。てめえ早く出すぎじゃん。もうちょっと持たせてくれ。もうちょっとドキドキ感を味わせる。もういいわ、このドキドキ感は。
あーボールが8個か。ママ9個だよ。待って、内田振動も1回。私も振動。あ、本当に？ママ落ちんかった？木の実、金の鳥の実が5つしかない。ゴールに対する。次のポケモン置いて。あ、昨日と全然調子違うよ。もう無理や、もうママもうあかん、この緊迫感に押されそう。あダメや、俺もう全然ダメや、もうパパ。次は戦いに僕たちに負けせてよ。今日はパパ一人で名古屋に来ています。スイ君がレイド中でしたのでちょっと挑戦してみたいと思います。やりましたやりました、スイ君無事にゲットできました。祝杯のコーヒーを飲みながら帰りたいと思います。はあ、もうあのドキドキするの嫌だね。ほんと今回のスイ君の場合、キンズリカーブボールエクセレントだとネットの情報によると 15.73% にてゲットできる設定となっているそうです。まあ 15% だとして、この条件下で100回ボールを当てて必ず15回ゲットできるとは限らないんだよね。これは確率っていうのはどうやって出てるかというと、多くのデータを集めた平均で出ているので、必然的に人によって違ったりするそうです。で、このデータのこれっていうのは難しい話になるんだけど、プログラミング上の乱数というコマンドが関係します。で、こっからはもうほら、あやはやたちふわふわふわってなってわかんないから、まあ、興味のある方はぜひ調べていただきたいところなんですけれども、まあ、皆さんの言う通り毎回高確率が狙えるのがベストなんだけど、10回中ゲットチャレンジで10回とも好条件で当てられるとも限らないし、狙っても必ずゲットできるわけではないので、あやはやたちはまあカーブボールチキンなので投げるのドキドキして投げません。苦手だったりもします。なので無理してカーブボールを投げるのではなくて、まあ、確率の運に任せてプラス一球一球確実に投げられるように狙っていきたいと思います。はい、まあ、ほらゲームの上手な人はカーブボールとかペンパンペンパン当てたりとか、ナイスとかフレードとか当てるかもしれないけど、あやはやたちはまだ子供なのでちょっとまっすぐのボールで、そうそう、なかなか安定して投げられないんだよね。それとも、でも一発でゲットした。そう、一発っていうか、まあ、その状況下でもゲットできるっていう、なんか運をかなり利用して捕まえておりますので、これからも、まあ、運を味方につけられるようにうまく投げていきたいと思います。はい、はい、まあ、一番はあれなんだよね、ゲットチャレンジ。ゲットチャレンジ毎回心臓に悪いんだよね、うん、それがちょっと嫌なんだよね、うん、毎回ピョンとって、うん、そうそう、ドキ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 するの、パパがドキドキとな間違えて、一番はあやはやたちはこれからも楽しんで、まあ、ドキドキするのも大切なんだけど、まあ、基本楽しんで生活していきたいなと思います。はい、皆様は運派ですか、テクニック派ですか。じゃあ運派。はい、あやはやたちはもちろん運派です。これからもどんどんポケモン捕まえていくぞ。おー
てくれてありがとうございます。ありがとうございました。説明欄や関連動画から他の動画もあるので見てください。また明日も4時半に投稿するので見てください。バイバイ、また見てね。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。